の香りと玉ねぎの甘さが引き立つ満足スープ、オニオングラタンスープをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず玉ねぎは縦半分に切ってから繊維を断ち切るように薄切りにします。鍋にバター A を溶かして玉ねぎを入れ、強火で飴色になるまで炒めます。コンソメスープを加えて強火で煮立てます。中火にしてアクを除きながら 2,3 分煮込み、材料 A で味を整えましょう。バゲットは2センチ幅に切り、半分に切ったニンニクの切り口をこすりつけてバター B を薄く塗り、200度に予熱したオーブンで5分30秒ほど焼きます。耐熱カップにスープを注ぎ、バゲットを入れてピザ用チーズを乗せます。200度に予熱したオーブンで焼き色がつくまで15分ほど焼き、材料 B を散らせば出来上がりです。バターでじっくり炒めた飴色の玉ねぎにチーズのコクをプラスした濃厚な味わいのスープですよ。ぜひお試しください。